アイルランドの警察。アイルランドの警察では、アイルランド共和国の国家警察について説明する。アイルランド警察は、正式名称を、アイルランド治安防衛団、アイルランド語、ガーダ・シーホナ・ナハイロン、英語、ガーディンス・オブ・ザ・ピース・オブ・アイルランドという。アイルランドでは、単に、ガーダ・シーホナ、または、ガーダ、ガルダ及びその複数型でがあり、ガルディと呼ばれることが多い。 ダブリン市内フェニックスパークに本部を有する。組織としての故障はガーダであり、その複数形であるガーディは警察官たちを指す時に用いられる。ガーズはやや砕けた故障である。以前は女性警察官をバンハーダと呼んでいたが、これは最近では用いられない。警察官一人を指す場合には男女問わずガーダ、またはガードと呼ばれる。警察組織は 長官、コミッショナーにより統率されている。長官の直属として二人の副長官が設けられており、それぞれ組織運営と捜査を担当している。さらに十名の長官補佐おり六名が地方支部長、四名はそれぞれに特定のテーマを担当する。これらの警察官とは身分の異なる文民が経理担当に任命されている。警察に勤務する者は、 軍と同様に警官と文民に分けられている。6つの地方支部は現在ダブリン首都圏、東部、北部、南部、南東部、それに西部支部が置かれている。地方支部長の元には25名ほどの警視制、チーフサプリンテインデントが配置され、それぞれは各地区、ディビジョンを担当する。1地区は、警視、サプリンテインデントが担当する、数個の区域、ディストリクトからなり、 数名の警部が置かれている。さらにその下に小区域、サブディストリクトが設けられ、複数の巡査長、サージェントが担当する。一般的に、一小区域には一つの警察署しか設けられていない。その区域の重要性によって異なる数の警察官が配置されている。一般警察官の階級はガーダであり、日本では巡査にあたる。 警察には千人ほどの文民が存在し、医療、経理、運転、情報技術、写真撮影、研究などの職務に当たっている。通常アイルランドの街中で見かける制服を着用した警官は、下記を携帯していない。これは、通常の警察官は、木製の警棒以上の武器を持ち歩くべきではないとの考えに基づいている。設立当初は武装していたが、 その後方針を転換した。イギリス政府のアイルランド総督府では、王立アイルランド警察隊からの反対を受け、これに難色を示したが、初代長官であるマイケルステインズが、警察活動は公僕としての指揮により成り立っていると述べて、決定を押し切った。これは、政治的混乱が続いた、建国初期のアイルランドにおける、警察への信頼獲得に貢献した、優れた決定であった。 最近のレポートでは1万2000人の全職員中で3000名が拳銃を携帯している。これには特殊部隊及び公安警察が含まれている。スコットメダルは勇敢な行動を行ったアイルランド警官に与えられる勲章である。これはニューヨーク市警察名誉本部長も務めたアメリカの軍人ウォルター・スコットにより創設された。 そのような創設の事情を反映して勇気の綴りが、米式にバラーとなっている。警察長官が対象者を選抜し、司法大臣により授与される。最近では2000年に IRA 暫定派との銃撃戦の際に殉職した警官ジェリー・マッケーブの行動に対し、スコットメダルが贈られている。1989年からアイルランド警察は、 国連の PKO 活動への参加を開始した。初めての活動ではナミビアへ50名の警察官が派遣されている。その後、アンゴラ、カンボジア、キプロス、モザンビーク、南アフリカ、旧ユーーゴスラビア地域などへの部隊派遣が行われた。一人目の殉職者は旧ユーーゴスラビア地域における国連保護軍活動中、1995年の5月18日に、 サラエボの狙撃者通りで射殺されたポール・ピー・レードである。現在の警察の前身であるシビック・ガードは1922年2月にアイルランド暫定政府によって設立された。これはアイルランド自由国の建国に備えてそれまで存在した王立アイルランド警察隊ロイル・アイリッシュ監視タビューレリー・リックの任を引き継ぐことを目的としていた。 1922年8月にはアイルランド独立、運動の指導者、マイケル・コリンズが、英国政府のアイルランド総督とダブリン城で、会談する際同行している。1923年8月8日には、法律が成立し、ザガーダ・シーホナという名称の警察部隊を設置する、ことが定めされた。これにより、シビックガードは解体され、近代的警察が誕生した。 ダブリンでは当初ダブリン首都警察がその任務に当たっていたが、1925年に警察本部に吸収されている。初代警察長官であるマイケルステインズはアイルランド議会の AI 条約賛成派議員であり、8ヶ月間その職に当たった。その後に長官に就任する応援をダフィートが警察組織の発展に大きな役割を果たしている。 ブロイはアイルランド独立戦争時にの一員であったが、その一方で IRA の活動のサポートをしていた。オダフィは一時期右派組織ブルーシャツの指導者を務め、その後スペインへと渡り、フランコ側に味方して、スペイン内戦に参加している。1990年代の映画、マイケル・コリンズではブロイは英軍により殺害されたと、されているが、これは誤りであり。 独立後1933年から1938年まで警察長官を務めている。ブラッドフォード出身のエドワード・ガーベイは1978年にジャックリンチ内閣によって突然警察長官を解任された。政府が彼に対する信頼を失ったことが解任の理由であったが、ガーウェイが解任に異議を申し立て、最高裁判所において政府が敗訴している。 ガーベイの公認者であるパトリック・マクローリンは1983年政治スキャンダルに巻き込まれて辞任している。伝統的にアイルランドでの警察に対する市民の印象は良好である。これは北アイルランドにおけるかつての王室アルスタ警察隊などと比較するとさらに顕著である。しかし近年警察に関係するスキャンダルが発生しておりその権威が揺らいでいる。 一つは1976年3月に発生したサリンズ列車強盗事件での捜査をめぐる問題である。この事件では、司法の乱用が問題となり、逮捕者に対する脅迫と拷問に関して裁判が行われた。有罪となった警察官には大統領の恩赦が与えられている。これ以外のスキャンダル、ケリーベイビーズ裁判などにより、警察の評判はさらに悪化することになった。 1990年代から2000年代初めにかけて、警察内部の汚職と不正疑惑が発覚した。ドネゴール州を舞台にした、このモリス裁判では一部警官が、IRA 暫定派の情報提供者をでっち上げ、ドネゴールにあるナイトクラブのオーナーを、麻薬取引の罪で、居酒屋の主人を過失致死で、それぞれ冤罪にもかかわらず逮捕したとされる。後者については、州が、 賠償金150万ユーロを支払うことで決着した。シンフェイン所属の市議会議員、エディ・フラートンが、アルスター防衛同盟に殺害された事件では、捜査が進展しないことが問題となっている。押収した物品を私物としていた問題も明るみに出た。2004年には、国営放送、RT の報道番組において、 逮捕者の尋問の際に暴力を振るっているという問題が取り上げられた。巡回裁判所の元判事は彼が担当した裁判で警官が偽証をしていたと示唆し内務大臣のディック・ロッシュは警察による暴力問題を非難した。警察長官は番組における変更ぶりを批判している。引き続いて反グローバリズム団体であるリクレーム・ザ・ストリートのデモにし、 警官が暴力を振るうビデオが公開された。この事件では警官一人が逮捕されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。